おはようございます。総会塾の久保です。皆さんはクレジットカードの現金化って知ってますかね。クレジットカードのショッピング枠で商品を買って、その商品をすぐにですね、中古屋に下ろして、そして現金をもらうという形で、クレジットカードのショッピング枠を現金にするというね、結構お金に困った時に昔から用いられている方法ではあるんですが、問題はですね、換金率の低さなんですよ。商品を新品でショッピング枠で購入すると、それが例えばね、50万だとして、まあ計算しやすく100万といきましょうか。100万円買いました。それを中古屋に買い取ってもらう時の換金率っていうのは大体 20% から高くても 40% なんですよね。まあですんで、クレジットカード枠が、ショッピング枠が100万あっても、現金としてはですね、20万とか40万にしかならないんですよ。ものすごい損するわけですよね。で、今回紹介するのは、換金率が 97.5%、高換金率で現金にできるという方法なんですよ。それはですね、ペイパルを使うんですよ。ペイパルのアカウントを2つ使って、1つにはクレジットカードを紐付ける、1つには銀行口座を紐付ける、ということなんですよね。もうお分かりですよね。こちらで、決済したものを、こちらの方にね、送金するという形になります。もうクレジットカード側のアカウントから、その銀行口座側のアカウントに送金するだけですよね。で、クレジットカードによってロックがかかっていて、10万ずつしか送金できない場合もあるんですけども、1回で50万円送金できるものもあります。それはまあクレジットカードにもよるんですよね。で、送金の手数料が、これは 2.5% なんですよね。ですんで、送金の手数料としては高いんですけども、クレジットカードの換金率としては 97.5% になるという形でございます。まあ注意点としてはですね、まあ平日に申請して振り込みまでが3日ぐらいかかるってことなのかなと思います。まあ悪用をね、しないように、頭の隅に入れていっていただければと思います。それでは以上です。